マリオのモノマネいきます。いや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 、ワッホーワッホー。どうも、ゴリラパンティです。今回は装備紹介になるんですけど、今回紹介する装備は、割と、特殊。二つのシリーズスキルを発動させた装備になります。はじめに解説しておくと、頭が、竜門。胴体が竜門。手が竜門。腰がエスカ、足がエスカ。はい。この、二つのシリーズスキル。石竜の封印と、広告竜の神秘。この二つのシリーズスキルを発動させた装備になります。で、装飾品の方が多分ね、スキルとか見やすいと思うので、先に説明しちゃいます。つけている装飾品はこんな感じとなっています。上から、投石、通撃体力、鉄壁、氷結、防御3、合人、超身体力、増弾、通撃、短縮、防御、短縮体力、短縮治癒、通撃となっています。はい。で、発動しているスキルが、石竜の封印と、広告竜の神秘。で、防御7、氷属性攻撃評価6、攻撃4、体力増強3、流体性3、超回心3、弱点特攻3、集中3、属性やられ耐性2、体力回復量アップ、砲弾装填数アップ1、回避性能1、ガード性能1、スリンガー装填数アップ1、ゴージー研磨1、で、武器についてる回心撃属性となっています。で、このシリーズスキルの説明に入るんですけど、まず、龍脈覚醒。チャージアックス強属性、基本的には新龍脈覚醒を使うんですけど、今回は2つのシリーズスキルを発動させるということで、まあ、普通の龍脈覚醒の方になります。はい、この石竜の封印と、この広告竜の神秘、この2つを合わせることによって、新龍脈覚醒、まあ、ムフェと一式と同じぐらいの火力、まあ、ちょっとムフェと一式の方が火力は高いんですけど、防御力が1142。で、耐性がマイナスなところが一つもないっていう、まあ、防御にも特化した装備になります。はい、この広告竜の神秘、猫飯を食べることによって、まあ、属性値。属性耐性値が伸びるので、この属性も伸びていくと。なので、攻守ともに優れた装備になります。はい。なので、まあ、被弾しても割と生き残れる装備なので、ちょっとね、試しに狩りに行ってみたいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと狩りに行く前に食事の説明したいと思います。で、これちょっと食べる前の属性値が、1030。今1030ですね。で、属性値の飯を食べることによって、なんと、属性値が、はい、1080と50伸びましたね。で、防御ステータスのとこ見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、非耐性とか、水耐性、雷耐性、氷耐性、流耐性、全部ね、20以上になります。はい。なので、防御はマジで優れてる。本当に優れています。で、攻撃もかなり振ってあるので、火力不足も大丈夫です。ということで、早速狩りに行きたいと思います。今回はどうしようかな。テオとか、打倒、個人的にやりやすいから、まあ、テオでいいかな。はい、ということで、着きました。まあ、こっち体力がね、ないんで、ちょっと飛躍飲んで、まあ、いつも通りドーピングして、これ、スリンガー装填数アップついてるんで、2回ぶっ飛ばしができるんで、そこはすごいいいですよね。チャージアックス使う人は1つけることをおすすめします。で、ここ1個つけて、ここつけたら2回ぶっ飛ばしできなくてもいいか。オッケー。あ、このままぶっ飛ばしてもよかったな。まあ、ここでぶっ飛ばします。はい。まあ、ぶっ飛ばしやったら、まあ、弱点特攻なので、傷をつける。まず頭に傷をつけます。これで回心率が何パーセントかな ?95% かな、はい、避けていく。うん、当たっていく。まあ、とりあえず、いつも通り、チャージアックスの瓶回収。はい。赤ゲームで食べたいですね。オッケー。まあ、ここは、斧強化しちゃおうかな。お供にヘイトがいってるんで。こっちがな、やっぱ音もいると、ちょっとあれっすね、ヘイトが。はい、GP からの回転切り。これは後ろに下がって、攻撃力を当てていくと、OK! いいですね。で、これも GP からの攻撃力。で、これダウン取れるかな ?OK! 気持ちいいですね、これは。しかもダメージもしっかり高い。344。いいですね。あ、これ、マルチの癖で。切り下がりをしてしまう。避けていく。OK、解放1。回転切り。GP。回転切り。これは、回転して回転。回転して回転ってよくわかんないけど、回転して回転。
で、クラッチしていく。傷はね、基本的には切らさないようにしていきましょう。はい、GP。で、これは、高視力。あー、ちょっと切っちゃったな。OK、ダウン取っていく。これ、ちょっと切れ味の方、ちょっと研ぐの忘れちゃったんで、ちょっと斧強化して、これで研いじゃいましょう。OK。お、寝ていく、素晴らしい。高出力で起こしましょう。何ダメージ出るか。868ダメージ、めちゃくちゃ強えな。で、ここ避けて斧変形、まあ、高出力でもよかったな。で、傷つけ延長と、まあこれ傷つけさっきしたから張り付いて高出力でもよかったかもしれないですね。あ、いいですね。これはブレスなんで1回食らったら食らわない。で、高出力で、ダウン取れるかな。よーし、ナイス。いいね、気持ちいいね。これで怒るかな。避けていく。で、高出力が間に合っていく。オッケー。ちゃんと傷つけしていきましょう。オッケー。で、これは避けていく。はい、ダウンと。で、これ属性強化切れちゃうんで、そのまま属性強化して、ピンまで溜めちゃいましょう。回転切り。避けていく。あ、なんか変なとこ爆発、でも、天空爆発したんだけど、天空爆破。これは前方に回転して攻撃当てていく。やばい、これ、行くな。しっかりね、研いでいきましょう。これはここで高出力を待っていけば大丈夫ですね。はい、 OK、まあ、基本的にはね、回転切り最強なんで、このチャージアックス回転切りをたくさん使っていきましょう。ナンス、フイト、 OK。 で、解放値、はい、避ける。無理、避けれてない。避ける、避ける、オッケー。解放を、超解放じゃねえわ。こいつらが出ていく、オッケー。あ、これもういけますね。よいしょ、こいつらく、オッケー、いいですね。 V 破壊で、ちょっとここでかっこいいとこ見せちゃおうかな。リンを貯めておきましょう。お、来ましたね。で、この辺かな、この辺で超解放を打っていく。オッケー、めっちゃ気持ちいい。他打っちゃうか、これもういっか。まあ、そういう時もあると。で、これビンチャージして、で、このクラッチした後こうやって降りて、これ高出力間に合うんですよね。これは本当おすすめです。はい、はい、オッケー。まあ、ちょっと逃げてしまったんで時間はかかってしまいました。8分ぴったし、申し訳ない。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと装備紹介の時に説明し忘れたんですけど、装飾品の属性の弾を変えて、まあ、武器も変えれば、ちょっとスリンガー装填数アップだけはなくなってしまうんですけど、まあ、とりあえずはね、全属性で使えるようにはなっているので、ぜひね、使ってみてください。はい、ということで、まあ、攻守ともにバランスが取れた、龍門&エスカ装備でした。よかったら、作ってみてください。では、また次回の動画でお会いしましょう。